10時から12時までやって、2時から5時までとかやるんですけど、やっぱりバドミントンのことをね、
注意がやっぱりね、強くなると思います。みんなやっぱ学校行ったりとか、まだね、小学生やから、ゲームしたいな、DM したいなって思う時もあるかもしれないけど、やっぱりバドミントンのことをもうちょっとね、考える時間があれば、例えば、どうやったらヘアピン上手に入るのかなとかって、考えることも大事かなと思います。それがあれば、ね、試合の場所、大会以外でもちょっと考えると、なんか強くなるような気がする。私、寝る前にね、毎晩ね、試合をね、例えばその先にね、ライバルがいまして、宮村さんっていうね、同級生なんですけど、その人にずっと負けてたんです、中学校から。ずっと負けてて、高校の時初めて勝ったんですけど、ずっとね、試合、すごい背が高いから、カチカチするような感じ、ちょっと大きいから、やっぱりね、パシッとかパシッとするから、それをどうやってレシーブして、自分が勝てるように、こう、展開を持っていこうかなと思ってね、タリさん、練習終わってからでもやっぱりちょっと考えたりしました、ね。そういうことも大事なので、そういうことを考えると、きっと、ね、まさみさん、小学生だよ、今からいっぱい練習できるので、きっとオリンピックも出れると思うので、頑張って。でバドミントンが好きというのが一番大事だけど、みんなバドミントン好きですか？はい。どう？試合ごっかしいもんなんですよ。試合の時もらう、あなたがすごいゴールやったんですよ。あれはね、練習の時も出すごい。練習でやってることってやっぱり試合で出ると思います。ね、ヘアピンの練習してたら、ヘアピン早いから試合でもやっぱり出るでしょ？だから、声を出して、認知でもいいです。でも全然声出すの恥ずかしくないから、試合の時声出すのに、練習の時声出さないと、できない試合の時出すと、やっぱりテンションが上がってしまうから、変なことしちゃうと思うんです。だから練習でも声出して、そういう、なんていうの、同じ状態で試合ができれば、80% の力で試合が、その難しいな、パーセントというかな、いつもやってる、練習やってるように試合ができたらね、みんなすごい、もっと勝てる方がいっぱいいると思うんです。試合するってやっぱり緊張するでしょ、まず。で、いつも入ってるドロップが入らへんとかって、なるときあると思う。でも練習でそれで、いつも声出して練習してれば、ね、声出して練習してれば、試合の時も声出しても別に変わらないでしょ。だからね、いつもの力がそれで出せると思うので、練習の時もうちょっと声出して練習してほしいなと思います。父さんが、はい。バドミントン強い人は性格が悪いって言ってた。
はい、高知上原高校です。例えば、京都遊びますとですね、京都で食べ
って行かせる。したらやっぱりフォームちょっとね、こう進んでるんですけど、やっぱり何やろう、こういう、うん、そうですね、練習。はい。でもやっぱ、ある程度こう先生とか大きくなれば力も出てくるので、打てるようになると思うので、あとなんか浮かぶと、3人になるのがいいのかないですか。こう、3人になってる。スバルね、ここだと無理なので、この辺でやっぱ力入れるように、なんか見ていただくときに、こう、3人になると、スバルと気をつけてやるように。でも、かなり言わないと治りませんよね。言っても治りません。はい。どうぞ、言ってください。お願いします。自分のスマッシュは、どうでしょうか。スマッシュってでも、だってね、すごいですもん。あの、インパクトが。そう、ね、スバルだと思ってたんで、結構、前にしないと、前に行かない。あの、うん。最初にするとね、前に行くが、ここだとこう、なんていうか、力入らない。壁っていうか、こう、自分の力が。だから、前にするほど力入るので、まあ、だいぶ入って、打つようにしてください。はい。はい。